ついにファイナルステージを迎えたパワフルフェスティバル、一体誰が予想できたでしょうか。決勝の舞台はなんと宇宙。グランドチャンピオンの座をかけて戦うのは PTB トーナメント代表我らがパワフェスチャレンジャーズとインフィネットトーナメントを制した精鋭部隊アランレンジャーズ。彼らの熱い思いはもう止められません。宇宙のど真ん中でさあ激しくぶつかり合え。両チームのプライドをかけた最後の試合、まもなくプレイボールです。頼りになるピッチャーのご登場。ずば抜けた野球センスでチームを勝利へ導きます。一ノ瀬斗也。全ての能力で高いレベルを見せる風薙ひょう。第1球を投げた、見送ってボール。第2球はスクリューはストライク。投球これから3球目、変化球ビンビンに切れています。アウトコース合わせた、ヒットになります。風薙二塁を狙う、二塁送球、風薙ツーベースヒット。パワフェスチャレンジャーズピンチを迎えます。新聞配達で脚力を鍛えた努力家、もう応援せずにはいられません。つぶらや初球を打ちました。友澤ボールを掴んだ、アウト。パワフェスチャレンジャーズピンチが続きます。この男こそ本場のホームランキング。まずは初球、抜群の切れ味、バッター動けません。打った、セカンド右横のフライになりました。取りました、これでツーアウト。さあ今大会大注目のアラン is here。 規格外のスイングでパワフェスをドカンと盛り上げます。初球はストレートはボール、低めに攻めていきます。高く上がった、上げてしまっている。これでアウトが3つ、攻守交代です。パワフェスチャレンジャーズ先制のピンチをしのぎました。最強の選手との戦いを求めスーパースターのアランがマウンドにスタンドオン。さあマスクがとんでもないインパクトを与えます。カマカリ全治完第1球投げました、初球打ち流した、ライト線にボールが飛んでいきますか。カマカリ一気に二塁へ、カマカリツーベースヒット。パワフェスチャレンジャーズセーフ。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。さあ1球目、内角高め見送ってストライク。さあ次の球打ちました、一二塁間抜けた、やべヒットだ、ヒットになった。さあ初球打った、ファウル、カウントワンストライク。スクリューはストライク。次はどう攻めるのか、
アウトサイドボール抜けました。打った、引っ張った、右へ打っていったが、これは切れてファール。ボトンブレイザー見送ってボール。パワフェスチャレンジャーズ先制のチャンス。ノーアウトランナー一塁三塁、内角強襲、二塁フォースアウト。パワフェスチャレンジャーズ早くも先制、1対0。努力で磨いた。初球はボール外れた、カウントワンボール。投球2球目、あーこれでかいぞ、大変ビッグ、レフト見送った、ホームラン、ツーランホームラン。友澤やはりスター性のある男は違います。変化球を完璧に捉えました。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。アラン・レンジャーズ追う展開、迎える3回です。さあヴァンガード格の違いを見せに打席に入ります。一ノ瀬このリードは守りきりたい。さあ次は何で来るか、打ちました、ショートの左ゲッツーコースト、セカンドフォースアウト、あーっとよろしくない投球、これでツーアウト。さあスターの登場です。アラー投球、これから2球目、低め見送ってストライク。さあ私なら最後は胸元空振り三振、最後は空振り三振に切って取れました。3回の表が終わって3対2、アラン・レンジャーズ無得点でしゅ。さあバッターボックスで友澤亮が待ち構えます。さあ1球目投げました、バットを出しません、ボール、完全なボール球、投げました、打った、ワンボールワンストライク、打ちました、右中間へのフライ、ヴァンガード交代、右中間突破、友澤ツーベース、東堂龍、まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。まずは初球、バッター思わず体を背けた。投球これから2球目、打っていい当たりだ、猿山走る、これはヒットになります。カットマンへ送る、パワフェスチャレンジャー1点入りました、4対2。それでは先ほどの得点シーンもう一度ご覧、尽きぬ興味飽くなきターン。第9を投げた、外れた、ボール、カウントワンボール。さあ次の球、足元崩してきます、打った痛烈な当たり、猿山バックしていった、掴みました、サードへ放り投げる。ノー、初球はインコース低めストライク、まずは決めてきました、打ちました、いい当たり、ヒットになります。中継、ここでヒットが出ます。さあバッター風薙、やる気は十分な表情、初球からいった、クリーンなヒットだ、猿山二塁蹴って三塁へ、パワフェスチャレンジャー追いつかれました、パワフェスチャレンジャー逆転されました。こちらが、さあバッターボックスで友澤亮が待ち構えます。投げた、打ちました、ファウル。第2球を投げました、どか、文句なしの当たりだ、レッドセンターに寄った、ホームラン、ソロホームラン、友澤やはりスター性のある男は違います。変化球を完璧に捉えました。ベンチはハイタッチで迎えます。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。パワフェスチャレンジャー得点を上げ、ここからどう攻めるか、東堂が打席でハッスルしてくれます。投球これから2球目、インローギリギリいっぱいストライク、打った、跳躍ヒット、東堂かっこよと。第1球を投げた、落ちる球見送ってボール、カウントワンボール。第2球は打った、残余感のゴロ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。初球は
初球引っ張った、素敵ヒットだ。武田、いい当たりが炸裂しています。第1球投げた、スクリューはボール、強気で攻めてきます。スクリューはボール、カウント2ボール。第3球投げました、打った、いい当たりだ、取って、これで3アウトチェンジ。パワフェスチャレンジャーズ、ここはなんとか追いつきたい。さあ矢部の打ちました、ファウル、ボールカウントノーボールワンストライク、これはボール。第3球投げました、打った、痛烈な当たり、取りました、ランナー2塁に戻ります。これで2アウト。初球は打った、初球打ち、取りました、これで3アウト。ではマウンドに立つのはアーサ・オーマー、決め球エクスカリバーで。パワフェスチャレンジャーズ、追う展開、迎える7回です。東堂が打席でハッスルしてくれます。なんとか追いつく展開に持ち込みたい。第3球を打ちました、これはゲッツーか、つぶらや掴んだ、セカンドボースアウト、セーフ、ダブルプレーは逃れました。さあ打席の二宮、鋭い眼光でピッチャーを射抜きます。流し打ち、バースト頭上を越えた、ヒット、二宮ナイスヒットです。今日初めてのヒットになりました。見送ってボール、カウントワンボール。投球2球目打った、つぶらやボールを掴んだ、アウト、ワンアウトランナー二塁に変わります。さあ打席には理数系の鬼、カマカリです。1点でも返しておきたい。さあ外してくるのか、打ちました、掴みました。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。さあ矢部が矢部たるゆえんを見せてほしい、なんとか食らいついてほしい。よっしゃ、ナイスな当たりが飛んでいる、ライト線ヒット、ボールはコロコロ状態。パワフェスチャレンジャーズ、1点返しました。それでパワフェス、初球はおほ、こりゃいいぞ、ヒット、気持ちのいい当たりを見せてくれます。さあバッターボックスで友沢亮が待ち構えます。おお、外れた。投球2球目打ちました、強襲、抜いていった、ボールは中継、パワフェスチャレンジャー、ゲームを振り出しに面白くなってきました。さらに勝ち越しのチャンス、東堂が打席でハッスルしてくれます。得点につなげたい。さあ次の球、お、どうだ、二遊間ライナー、破っていった、東堂クリーンヒットだ。まずは初球、おっと、これ危ない。さあ次の球、外角高めストライク。第3球は、お、打ちましたが破った、三塁ランナーホームイン、パワフェスチャレンジャー、ここで勝ち越します。さあ武田、打つ気満々の表情です。このままドンと初球を打った、ショート、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。パワフェス、アラン・レンジャーズ、何としても得点を挙げたい9回です。盗塁を許します。一塁ランナーは二塁に進んでいます。次はどう攻めるのか、さあ勝負してくるのか、まずい、打球はセンターへ、センター前クリーンヒット、ボールはコロリンコ、パワフェスチャレンジャー、最終回で追いつかれました。8対8、パワフェスチャレンジャーズ、ここが踏ん張りどころ。さあヴァンガード、格の違いを見せに打席に入ります。つかみ思え、このくらった、リプレイで。さあ打席の二宮、鋭い眼光でピッチャーを射抜きます。さあ打ちました、初球打ち、ヒットになります。ボールが点々と転がっている、中継、二宮二塁までご到着しています。
これで今日ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。あっと危ない、間一髪かわした。第2球を投げた、エクスカリバー空振り。投球これから3球目、バットを出しません。ボール、カウント2-1。よし、これはヒットになりそうだ。センター前のヒットになります。二宮、三塁でストップ。さあ、打席には理数系の鬼、川上です。なんとか食らいついてほしい。投球これから2球目、外れた、ボール。お、どうだ、セカンドライナー。ハワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。さあ、打席には、おっ、クリーンヒット。打球が転がっている。パワフェスチャレンジャーズ、1点返しました。三塁送球、パワフェスチャレンジャーズ、最終回で追いつきました。さあ、先ほどの同点の場面です。さあ、1球目、ここはランナー警戒します。投球これから2球目、2球目も外してきます。投球これから3球目、スリーボールです。次は逃げずに勝負してほしい。ここは歩かされます。さあ、バッターボックスで友沢亮が待ち構えます。ここでスリーボール打ったぞ、セカンドライナー。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。東堂が打席でハッスルしてくれます。投球これから2球目、これは見送ってボール。外ギリギリのコースです。エクスカリバー見送ってボール。カウント2ボール1ストライク、渾身のストレートはボール。パワフェスチャレンジャーズ、サヨナラのチャンス。ツーアウトランナー、いい当たりだ。サヨナラか、ボールはサヨナラ。グランドチャンピオンの座に立ったのはパワフェスチャレンジャーズ。ここで響きの穴より優勝カップの授与です。おめでとう、パワフェスチャレンジャーズ。聞こえますでしょうか、宇宙には今大歓声が轟いております。いやー、ここまで本当によく戦い抜きましたね。この活躍は観客の皆さんの胸に強く刻まれたはずです。さあ、今から選手たちの記念撮影が始まります。ん？おや、あ、熱森アナ、今何か。何者でやんす。パワー、スピード、スタミナ、すべてを兼ね備えたテクノロジーの結集。我が名はクレイブ。あのロボット、矢部さん知ってるんですか。いや、さっぱりでやんす。なんと未知のロボットが乱入。トロキャナ、これは一体。私のデータにも存在していません。この優勝カップ返してほしいか。ならばチャレンジャーズよ、宇宙一のこの私と勝負しろ。Get ready!
チャンピオンを決めようではないか。やるな。
今でやるぞ！ロボットの暴走を食い止めるでやんす！待ってくれ！私は！